れた年は、昭和49年の12月6日に材木座の高山助産婦というところで生まれました。なんか動物が好きで獣医になりたいみたいな昔なんかけど、結局勉強できないとダメだって分かってすぐ諦めた気がする。高校は横須賀に普通に遊んでばっかりいる、学校はほとんど寝てて、まあ、別に大学に行きたいとかってその時は全然思いもしなくて、なぜかホテルの専門学校に、でなんか真ん中1年アメリカ留学っていうのがあって、ほんとなんかその程度で選んだ感じだったんだけど、で2年目アメリカ行って、でまあそこが悪いっつって返されて、その時はまあ本当に朝5時6時から夕方まで働いて、で夕方近くのなんかレストランで働いて、で夜遊んでそのままみたいな生活とかをしてて、それまではまあ家の手伝いは本当に家のパンの作り方っていうぐらいしかやったことはなくて、まあ、ただパンのね丸め方だったりなんでも、けど1年もいなかったんですけど、でまあクビになって、そうなんか同級生でまあインド一人だけしたりなんだったり、なんか19、20歳ぐらいの時に初めてなんかパーティーというかそういうところに連れてかれて、かなりカルチャーショックをまあそこでも受けて、最初イギリス、ロンドンに行って、で野村くんいちってくんちゃんっていう友達に何年ぶりかにここであって、なんかスペイン行ったりとかそういうパーティーを巡りつつフラフラで、次の年にスプートニックっていう海の家をくんちゃんなんかが始めて、そのコンセプトが最初その旅を動かなくても旅ができるみたいなコンセプトで、まあ本当にいろんな人が毎日来たし、で6年目にやっぱ動きたいねっていう話 でずっとみんなでなんかそのバスでそういう世界中回ったりみたいのに、まあ、憧れというか、で日本国内で、まあ、まずやってみようっていう話になって、7月7日に北海道っていうのだけ最初決めて、あと9月の半ばに沖縄、僕はなんか大型免許を取らなきゃいけないっていう話になってて、今日その時点ではまだバスも見つかってないし何も決まってなくて、お茶の友達とかにこういうことやろうとしてつってもはぁみたいな、最初は出発する3日ぐらい前に免許が取れて、でそのフェリーに乗せる前にそのフェリー乗り場の駐車場で運転の仕方をとりあえず一通り15分ぐらい教わって、でそのバスは全部2階が DJ ブースになって、でサウンドシステムとかキッチンとかもつけて改造して10人ちょっとぐらい乗ってて、でみんなも2階に大体乗ってて、でここはなんか北海道で一番長いストレート、まあ、道ですぐらいな話だったんだけど、なんかもう船みたいで、そんなかなり遊びがあるし、そんな、うん、ちょっと来たからってそんなすぐ曲がるもんでもないというか、でまあ結構左寄ってってるなと思って、こうハンドルをこう切ってても全然戻んない、でそのまま路肩の方にどんどん行ってガーッと横転して、北海道でいきなりもう出発して多分2時間ぐらい、バックのギアとかが
9週ぐらいで入んなくなって、その切り返すときは2階から人がもうガーって降りてきて押すっていう。いやもう何しようかとか全然わかんないというか。でその時にそのスクーターに行く一緒にやってたアローっていう女の子って、広島に行こうっつっていきなり電話かかってきて、ビョークの旦那さんなんていうんだっけが作ってる映画で、その映画を作ってるドキュメントを撮ってるチームの手伝いというか、その行ってる時にこの場所は借りれるかもっていう電話がかかってきてるわけよ。からいや最初は別に何やって、まあ、ここである野菜使ってまあスープがあったりとかも、まあ、スープがあったらパンがあった方がいいなぐらいで、別にパン屋をやろうっていうのは特になくて、まあ、休憩所っていう、ここ借りる時の契約っていうのが飲食店ダメって言われて、使っていいのは電気だけですっていう、保健所の許可としては普通の飲食店の許可で取っていて、まあどことも、ね、だから約束を守ってないっていう例えば喫茶店とかカフェっていうこともダメだし、でそのパン屋っていうのもその保健所的にはアウトなわけですよ。だから状況としてはみんながもうパン屋って思い込んでるだけの状況がずっと続いて、でまあ、最近はだから、まあ、その去年合法化したんですけど、その工房を結局作って、だからここを始めて本当に定職につけたというか、本当それまでは、楽しければいいっていうことしか考えてなかった気がするし、で工房は最初星野の工房を使って始めて、ずっとなんかその工房を自分で作るっていうところにあえてなんか触れずにまず生きてて、子供ができたっていうふうになったのがまあ結構きっかけもあって、その沖縄で食べたパンが、その工房がそのラッケンジュ工房ってさ、人参とかリンゴとか山芋とかで最初は始めて、でその酵母と赤ちゃんってすごい似てるというか、まあ、そんなに食べさせてどういう環境に置いとくかっていうので本当毎日すごい変わっていく。まあ、人間の場合はそのある程度年いったら、まあ、その選んでいくわけじゃないですか。けどそういう中で普段食べるものだったり仕事だったりとか聴く音楽にしても、まあ、いろんなそういう影響というか受けながら結局自分ができてるというか、その結局発酵の世界っていうのと自分たちのこのね別レイヤーなものの逆にそのつながってるというか、そのやっぱいろんなことを思ったりとかその話したりしてると、それがもう良くも悪くも現実化してっちゃうみたいな。例えばこのお店もそうだし、まあ、今までやってきたこととか、まあ、そういうこととかをいろいろ思い返してみると、まあ、結局は縁がすごいだったり、まあ、タイミングだったりとか、腐れ縁っていう言葉をそれは普段無意識に使ってるけど、腐れ縁ってすごい言葉だなと、表現の仕方として、縁って腐るんだと思って、でその腐れ縁とかをまあちょっと調べてたら、腐るっていう言葉にもともとつながるっていう意味があったみたいで、そのチェーンの鎖とかのまあ語源になってるっていう説もあって、まあ自分たちにとって都合がいいものは発酵って言うんで、都合は悪くなると、まあ、腐敗っていう呼び方をしているんだけど、でその今の結局腐
去る腐敗っていうものとその発酵っていうのが、まあ、その境目っていうのは自分たちが決めてるというか、やっぱその酵母を育てるうちに、まあ、深みにはまっていったというか、ここで飯食ってました。いや船みたいだな。まあ、本当夢と現実が逆転したっていうのがあって、なんかちっちゃい時からなんかよく見る悪夢みたいな夢があって、まあそれはもう本当に夢の中でまた夢を見てとかっていう、もう夢の夢の夢とかってなんかすごい構造になってて、かなりそのなんていうんですかね、もうすごいなんか断片的にしか覚えてないし、その起きた時に本当嫌な感じだけがもう朝起きた時に残って、汗びっしょりでなんか起きるみたいな。例えばじゃあそのツイッターのああいう情報とかにしてもかなりやっぱ断片的だし、その感覚として、あこれちっちゃい時にさ悪夢が来たというか、逆にもうねそれまでの生活っていうのはもう本当夢の中にだったし、なんかすごいその震災以降その縁というかそのつながりがすごい強くなる部分と、その分断される部分っていうか、その両方の力が両極端にすごい強い、その闇を今まで本当見てこなかったみたいな。その震災で初めて本当に暗闇というか、けど逆にそこからその今までの、まあ、それこそね繋がりだったり何だったり、みんなの動きだったりとかやってることとか、だから本当なんかそういうことが光というか、逆になんか希望というか、まあ、その発発酵って言うけど、まあ、その発酵と培養っていうのが、まあ、引用になってるんですよね。その発酵と培養っていうのが、例えば地球に対してこの内側に入っていく力だったりとか、まあ、だから自分たちが地球に対してグランディングする力っていうことだったりとか、自分の中に、でその培養っていうこと、日本語として培養って言ってるんだけど、英語で言うとカルチベート、そのカルチベートっていうのが動詞だったんですよ。でそれが名詞になるとカルチャーになるっていうのかは知らなくて、ってことは結局その文化っていう言葉に対して、その今まではその文明と文化だったらまあ文化の方がいいなぐらいな認識しかなかったし、例えば鎌倉が文化都市って言われてもなんか全然ピンとこないし、その文化的なみたいな、なんかうさんくさいというか、逆に自分たちがそのやってることが後々になってその文化になっていくっていう、でその逆に発酵っていうこともフェルメント、その発酵っていう以外に、例えばその民衆というか人たちがその政治的動乱というか、みんなわーってなってる状態のこともまあ発酵って言ってて、これ真ん中太陽の彗星が88日でぐるぐる回ってて、金星が225日で回っていて、でその外側を地球が365日かけて回ってるのをまあ1年で呼んでて、この夜一番長いところからちょっとずつ光が増えていくっていうのはまあかなり陽で、その陽のピークがまあここに来て、でここから夜がちょっとずつ長くなっていくっていう、だからもう簡単に言うと陰陽
で腐敗と発酵っていうのも多分その引用でいくと、腐敗っていうのが陽で発酵はやっぱ陰だと思った。でその腐敗っていうのは結局土にやっぱね分解してその返していくというかことだったりとか、それもやっぱ必要なわけで、そのね陰が悪くて陽がいいっていうことではやっぱその善悪ではないというか、まあ、そのじゃあそもそも時間とかね、まあ、例えばじゃあ今日2013年4月の24日って言ってここに待ち合わせをしてきて、便利ですね。まあずっと今しか結局ねないっつったらないし、その時間の概念として多分今の暦ってかなり直線的だったり終末的、その終わりがあってなんかそこに向かって進んでるみたいな、まあカレンダーもねその直線的にずっと枠を持ってるだけで、時間をだから結局金にしたわけですよ。本当にモモの世界っていうか、その時間を盗まれるというか、急にみんながいきなり西暦やめたってなったらどうなんだろう。発酵テロ活動的なことはまあちょっと続けていきたいのと、ゴミテレビをやりたいな。発酵テロ活動はそのだから育ててる酵母をどっか行くときに今持ってって、でその行ったところで培養してばらまくって、まあけど本当可能性としてはそういう発酵食だったりとか、そういう炭の力だったり菌の力だったりとか、そういうので本当になんか、乗り越えていくしかないというか、勝手に発酵の時代が来たなと思ってるんだけど。